まもしろ、次、早く飛べ。よし、私の番だ。このスケベジジイ、またお尻触ったな。じゃじゃん、これなんだと思う？さっき拾ったんだぞ。なになに？デスノート？え、もしかしてあのデスノート？で、なに？ニミちゃんいたずらしてるの？もう冗談にも程があるよ。ちょうど今あのスケベ先生、変態を殺したいって考えてたな。あいつ何かにつけてはすぐに触ってくる。気持ち悪すぎてこっちが死にそうだよ。うふふ、実はね、モアちゃんがそう思っていると思って、もうミミはやったんだよ。ちょっとミミちゃん、一体何を？今日は臨時休校になりました。生徒は全員速やかに下校してください。計画通り。ほらここ見て、スケベ先生全裸で転落し。さっき私が書いたんだ。モアちゃんをいじめるやつセクハラ親父許すまじ。あんなやつ殺されて当然だぞ。え、何それ。じゃあ臨時休校って。しかも全裸でって。そう、私がデスノートでスケベ先生を殺したの。効果絶大だったんだぞっと。スケベ親父には全裸がお似合いだぞ。このデスノートが本物だと分かったところで、私は世界平和にデスノートを活用するんだぞ。じゃじゃーん、できたぞ。立花志士郎、HKK 社員に刺されて死ぬ。これであの悪徳政治家も織田淵だな。ミミちゃん怖いよ。大体そんなに悪徳かな。だって H 国ってば、HKK を非難してばかり。HKK だっていい番組あるぞ。お母さんとトゥギャザーを見て育ったし、平和のためには殺されて当然だよ。そう言われれば、朝ドラ地味に面白いし、HKK なくなったら困るな。あ、ほらニュースでやってる。臨時ニュースです。 HKK から人民救出党の元党首立花氏が先ほど HKK 社員に途上で刺されて病院に運ばれました。すでに心肺停止の状態です。いやでもさ、ミミちゃん立花氏さんとは面識もないでしょ。殺す必要ないし、デスノートは使うのやめようよ。モアちゃん何言ってるの。これは世界平和の幕開けだぞ。次は、あの不倫してジャッキーをいじめた山谷あたり。不倫は犯罪だぞ。いや犯罪じゃないし。よしよし、デブのひがみ男山谷太郎副上司。これでさらに世界は平和になるぞ。副上って。ゲスには副上司がお似合いだぞ。あ、やばい、授業が始まる。続きは放課後ね。あーほら、ネットにニュースで上がってる。山谷ホテルの一室で心臓麻痺で死亡か。不倫の果てに無残な死に様だって。みんな喜んでくれてるぞ。正直この時点では私もミミちゃんの異常ぶりにちょっと引いてはいたが、一緒に楽しんでいる部分もあった。この後恐ろしい事件が起こるまでは本気でミミちゃんを止めようとはしなかったのだ。ああ、またテバニャのやつ。スタート隊長ディスってる。こいつマジでいい加減にした方がいいよね。なになに、モアちゃん、テバニャのこと殺したいの？オッケー、任せて。違うよミミちゃん、私は死んでほしいなんて思っていないし言ってない。モアちゃん遅いぞ、もう書いちゃったもんね。ほら、あいつも死ぬんだ。モアちゃんに不愉快な思いさせるだけで悪いやつだ。スタート隊長もきっと死んでほしいと願ってるはずだぞ。お前たちいい仕事してるな。本当はお前にも殺したい奴がいるんだろ。遠慮はいらねえぞ。あなたが死神さん？なんだ、死神って結構しょぼいんだな。がっかりだぞ。なんだって？死神なめんなよ。俺といればお前らはこの世界を支配することも可能なんだぞ。そう言われてもな。本当に私には誰も殺したい人なんて。あれ？死神さん、ミミちゃん、私は神様になった。とうとう神格化したんだ。ミミちゃんどこ行くの？待って。ダメだ、ミミちゃんを止めなくちゃ。私が止めないとミミちゃんがどんどん狂っていく。次はそうだ、あの宿題ばっか出してうざい担任をやろう。これで式根高校も平和になるぞ。ミミちゃんダメだよ、何を言ってるの。先生は親身になってくれるいい人だよ。先生を殺すことだけは許さない。嘘だ、モアちゃんだっていつも宿題だるいって言ってるじゃん。みんな本心では先生に消えてほしいって思ってるんだぞ。お前の本心はバレバレ。
やれやれ、どうせ誰にもバレないぞ。うるさい死神、消えろ。ミミちゃんも、そんなに殺人が楽しいならミミちゃんが死んじゃえばいいんじゃない。モアはそんなミミちゃんなんて大嫌いだよ。モアちゃん待って、私はみんなのために平和のためにいいことしてるんだよ。どうしてわからないの。それができるのはこの世で私だけなんだぞ。わかった、モアちゃんは世界平和に貢献している私に嫉妬してるんだな。もうミミちゃんのバカ、死んじゃえ。モアちゃんひどい。わかったよ、先生を殺さない代わりにモアちゃんが悪いんだ。モアちゃんが面白も白くみ、ミミちゃんダメだよ、やめて。あなたならどのようにデスノートを使いますか。そして私は新世界の神となる。ミミちゃん、わかったかな。